大相撲秋場所9月8日初日東京・両国国技館に向けた横綱審議委員会横審による稽古総見が29日両国国技館の相撲教習所で行われた24日にぎっくり腰を発症し夏巡業最終盤で離脱していた関脇阿び30イコール錣山は申し合いの番数こそ3番にとどまったが 軽快な動きで副長をアピールした関脇大の里、前頭御嶽海を立て続けに破ったところで、痛そうに腰に手を当て、直後に前頭小猿に破れた。それでも稽古後は、連続で取ると、どうしても腰に痛みが出てしまう。でも、今はもう大丈夫と、明るい表情で話した。ぎっくり腰で巡病をり立つ後、二度の針治療で劇的に痛みが引いたという。 当面は、量よりも質を重視した稽古を続け、出稽古もしていくつもりと、夏場所に続く二度目の三役での二桁白星を目指していく。